来た、来たぞ。メール届いた。クリスティーナ、お前はメールを2通送ったのか？あ、うん、送ったのは1通だけ。マユシーも見たよ。あのね、本当に1通だった。しかし2通受信しているぞ。そうね、1つの文章だったのに分割されてる。ちなみにこの文章の意味は？自分で調べれば。そういえばさ、この前の D メールも文章は途中で切れてたよな。そうだったか。そうそう、着歴見てみなよ。僕は確かオカリンは変態って送ったはずだお。確かにこちらも2つに分割されているな。何が原因なのかしら。ゼリーマンと関係があるかもしれん。でもでもマユシーはね、どうして5日前に届いたかの方が気になります。確かに前に送った時も5日前に届いてたわよね。まあそうだった。なんか法則性でもあるんじゃね。じゃあさ、じゃあさ、もっとじゃんじゃん送ってみようよ。よし、ラボメンよ、全員配信につけ。また始まった。これより D メール実験を可能な限り連続で行う。ダルはペケロッパにて
電話レンジカッコ仮の監視調整情報収集。助手はメールを打ち続けろ。さまざまなパターンの文章を試せ。日本語、英語、全角半角、絵文字、内容は問わん。マヨシーは？マユリには買い出しを命じる。とりあえずバナナを買ってきてくれ。金はこの宝印教魔が出す。じゃあ岡部はレンジのドアの開け閉めね。うひょー、刺身にタンポポの花を乗せる仕事並みの単純作業じゃね。いや、上司の判断は的確だ。おそらくDメール製品の鍵はレンジのドアを開けるタイミングにかかっている。あ、いや、冗談で言ったんだけど。レンジのドアの開け閉め、この鳳凰院教魔に任せるがいい。神のごとき正確さと修羅のごとき大胆さ、そして女性を扱うかのごとき繊細さを持って開け閉めしてやろう。ああ、オカリンエッチ。よし。なお、本作戦はトップシークレットである。誰にも漏らしてはならない。いいな。では、作戦名を発表する。作戦名とかいらないから、始めましょう。なんだと。Oh, of course. どうぞ休んでて、私はもうちょっとやってみるから。なんか朝から愉快そうなことしてる？いかにも聞いて驚くな。俺たちは人類史にその名を残すであろうタイムマシンを作っているのだ。ふん、そっか。お前もっと驚いたらどんなのだ。ま、信じられんのは当然じゃね。僕も最初は半信半疑だったし。つうか、そう簡単に秘密ばらしちゃっていいの？オカリン、秘密事項じゃなかった？しまった。そこのバイト選手を
今俺が話したことは内密に頼む。いいけど、そうじゃなくてさ。店長がすっごくイライラしてるわけ。というと？2階からの振動がすごくってさ、埃が落ちてくるだけじゃなくて実際に揺れるんだよね。爆撃されたみたいに。あいつら一体何してんだ、家賃上げてやるぞこらってぼやいてた。謝りに行った方がいいかも。ゲゲゲ、追い出されたらまずくね。よし、ここは俺に任せろ。それとダルよ、助手にしばらく実験を止めるように伝えてくれ。了解。あんた今最高に輝いてるよ。そういや、マキセ・クリスって来てんの？ああ、知り合いなのか？うん、昨日が初見。初見？あ、なるほど。初めて会ったにしてはやたら敵意をむき出しにしていなかったか？支援だよ。お、個人的な恨みがあるということか。しかし初めて会ったのに。まあね。何かあったのか？直接はないかな。間接的というとどういうつながりだ？なんなら俺がクリスティーナに話をつけてもいい？別にいいって。もしかして単なる逆恨みだったりするのか？もうしつこい。岡部凛太郎さん、私のことより店長に謝りに行かなくていいの？失礼する。おい、岡部、おめえ一体上で何やってんだ？ Nothing。 実は世紀の実験中でしてね。すなわち人類の科学史を塗り替えるタイム。おめえらのお遊びのことはどうでもいいんだよ。このビルのオーナーは俺。分かってんのか？結構ボロいビルだからよ、
おめえらがガタガタ揺らすと壁にひびでもできるんじゃねえかと俺は気が気じゃねえわけ。ミスターブラウンよ、まさかこのビル耐震偽装物件ではなかろうな。だったらどうなんだよ。たっ、ちゃんと補強工事はした。だがな、いくらなんでもおめえらは揺らしすぎだ。このビルの一つや二つ崩壊したからなんだというのです。我らが行っている実験は何でも言うが人類の科学史、いや人類の歴史そのものを塗り替えるような壮大な内容なのです。このビルをあと10年延命させるよりよほど意義のあるものだ。岡部、なんか落ちてきたぞ。ラーメンに入ったろうが、どうしてくれるんだ。とにかくこれ以上揺らすんじゃねえ。でないと家賃を1万上げる。任せるがいい、ミスターブラウン。我が名誉にかけて今日はもう揺らさないと誓おう。クリスティーナ、今すぐ実験は中止だ。唐揚げを温めようとしたんだけどね、ついいつもの癖で逆回転させちゃって、ついでだから放電させてみたの。そうか。あんたにメール届いてるはずだけど見てないの？ふざけるな！ミスターブラウンに睨まれるのは俺なのだぞ！5日も前に忠告したのに。店長、怒ってた？ああ、殺意の波動を感じた。辛くなってきたし、髪もパサパサだし、シャワーを浴びてゆっくり眠りたい。
So, yep, there they are. Holy shit, that is a lot of emails. Okay, let's go through all of them. Okabe is an airhead. I drank so much coffee. It hurts. And then there's that one. How many letters work? What's up? Wait. What's up? It's all good. Oh. Bye. And then it's in... Okay. I am Christina. Oh. Of course, I can't read that part. It's not my name. It is not my... Three lines is the limit. Rest. Disappear. One or two bytes. Change limit. Got it now. 2 bytes equals 6 characters. 1 byte equals 12 characters. One more, please. Yeah, there it is.汚そう。お世辞にも綺麗なシャワー室とは言えん。このビル自体がボロいからな。そもそも岡部と同じシャワー室を使うなんてお断り。気持ちはわかる。誰も使えとは言っていないしの。もっとも徹夜明けで俺も誰もお前もかなり臭いだろうがな。だから食べ終わったら帰るわよ。高級ホテルでセレブ気分のバスタイムか。俺も連れて行ってほしいものだ。お断りします。マユシーも行ってみたいな。マユリさんなら歓迎する。本当？ありがとう。ねえねえオカリン、前から不思議だったんだけどね、ご飯食べながらどうして炭酸ジュース飲めるの？その組み合わせって美味しいのかな？特に疑問を持った覚えはないぞ。僕も。そうね、私も不思議には思わない。ええー。マユリがおかしいんだろう。
食事と炭酸飲料の組み合わせなど普通だ。普通だよな、上皇。異論はない。そんな、みんながおかしいんだよ。よし。さて、オペレーションウルドの実験成果についてこの場で検討してみようか。オペレーションウルドって？そういえば昨日はどこぞの助手のせいで作戦名を披露できなかったのだったな。昨日夜から今日にかけて行われた D メールの連続送信実験、それがオペレーションウルドであり。実験の成果はあった。Dメールについて少なくとも何ができるのかは分かったから。まあこんな感じ。補足や反論は？Conditions for discharge between 12 p.m. and 6 p.m. Demail limit or 6 2-byte characters.12 1-byte characters or 6 2-byte characters. Any more and it fails to send. Distance in the past depends on the white phone wave. 1 second on timer equals 1 hour into the past. D メールでは最大で英文36文字か。日本語文18文字しか送れないというのは不便だな。改善したいところだ。でもいつへ送るかの調節ができるのを発見したのはすごくね。発見しただけで満足してたら無意味。原理を突き止めないと。ここに書いたのは現象として確認できたものでしかない。原理の究明か。確かにそれが分からなければ真にタイムマシンを作ったことにはならない。6文字かける3しか送れないのは何が原因だ。ねえねえ、あのね、唐揚げやバナナはゲル揚げとかゲルバナになっちゃって、でもお塩はゲル塩にはならなかったんだよね。だから略すなよ。で、Dメールは18文字まではちゃんと送れて、19文字以上は消えちゃうんだよね。きっとね、大きなものとかたくさんは送れないんじゃないかな。あ、もしかしてもしかして、そのガーブブラックホールが、カーブラックホールね。カーブブラックホールが。だから。Good try, Myri. カーブブラックホール。ブラックホールの穴がきついんだよ。マユシ、今の言葉もう一度よろ。穴ってところから。
The hole is too tight. これはけしからん。言わせているんじゃないアホダル。穴がきついか。穴がち間違ってないかも。おそらくセルンのタイムマシンと同じ原因ね。リフターの調整がうまくできてないから、完全には得意点を裸にできず、そのせいで遅れる容量が限定される。唐揚げやバナナはともかく、全角6文字、半角12文字のデータっつうと、容量は12バイトだね。バイト？キロバイトじゃなくて？おっと、マキセ氏はメカに弱いタイプと見た。そうなのか、助手。うるさいな。バイトなんて単位は最近見ないから確認しただけよ。まあ電子メールは本文テキストだけじゃないけどさ、送信先と送信元のメルアドとかヘッダとかもろもろ込みだともっと増えるけど、目安として12バイト分の文字数なら3回分は転送できるってことじゃね。あ、ちなみに件名は入れると入れないとでどう変わるかわかんねえ。確かに唐揚げやバナナをデジタルデータに換算したところで12バイト程度のサイズになるとは思えんな。塩は一つ一つが小さいから12バイト以下と換算された可能性がある。質量が大きいと超重力に押しつぶされるっていうこと？質量ではないかもしれん。データには重さはない。いずれにせよ得意点を裸にできていない時点でイベントホライゾンを通過せざるを得なくなる。そのイベントホライゾン内では空間と時間の入れ替わりの影響でリング上得意点に到達した被験者は超高速に達しているから、超重力により押しつぶされて破壊されたデータがブラックホールから吐き出されてしまう。ゼリーマンの出来上がりだ。でも質量が小さければ通り抜けられるとも思えない。どっちにしろ超重力の中を抜けないといけないのよ。穴がきついのならば注入する電子を増やせばいい。そんな簡単な問題とは思えない。セルンだってその方法は試したはず。なのに実験開始から9年経っても解決できて、単純に電子の量を増やせばいいってわけでもないのよ。そうか。そもそもセルンではリフターがあるけど、電話レンジの場合そのリフターに代替するものが何なのかすら分かってない。これじゃ調整以前の問題。リフターに変わるものが何なのか、それは不明だが、少なくともその代替物の効果によりリング得意点に36バイトプラスアルファまでは通り抜け可能な道が作られているのは確かだ。よくわかんないよ。リング上得意点の入り口である内側のイベントホライゾンを魔王城の門に例えればいい。魔王城？
になって帰ってきた騎士さんたちがゼリーマンなんだね。だが例外もある。なんだその無茶な設定。図体が大きすぎてはダメだという例えだ。なるほど、すごくわかりやすかったよ。そう？オカリンの例えはともかく、これでゼリーマンの件は解明できたんじゃね？すべてマユリのヒントのおかげだな。マユシーは役に立ったかな。ああ、いいひらめきだったぞ、マユリ。よかった。でも、まだ仮説よ。それが証明されたわけじゃない。証明ってどうやんの？セルンと同じように人体実験するん？岡部と橋田さんが被験者として志願してくれるなら喜んで実験してあげるけど。人体実験ってなんか響きがやばいよね、性的な意味で。だが断る。僕はされる方よりせっかくだからする方を選びたい。右に同じ。いや、性的な意味でという部分は同意しないが。バカども。何度も言うけど、問題はあの電話レンジのどこにリフターに代替する機能があるのかっていうこと。それともう一つ、なぜ時間帯によって放電現象やゼリーマン化が起きたり起きなかったりするのかだ。わからないことはあるけど、 D メールのやり方についてはもう完璧ってことで、ファイナルアンサー。過去にメールを送れるってすごいことだよね。人が直接過去へ飛べるわけじゃないからタイムマシンって感じはしないけどな。それをやろうとしてセルンほどの研究機関が失敗し続けている。タイターの予言によると完成まであと24年かかるんだっけ。確かに今の俺たちでは物理的なタイムマシンは無理かもしれんな。セルンに比べて金も施設も足りない。しかし俺たちはそれでもタイムトラベルを実現させた。データを過去へと送ったのだ。この電話レンジはもっとちゃんと検証するべきね。何が起きてるのか把握しないと。 D メールをもっといろいろ面白いことに使いたいよな。気持ちはわかるが今日は無理だ。もしまたビルを揺らしたらミスター・ブラウンから最後通告を出されるだろう。詳細な検証は明日以降に行う。だがこれだけは宣言させてくれ。靴脱がなきゃ汚れちゃうよ。本日、今日って何日？8月2日。2010年8月2日は人類史にとって永遠に記憶に残る日となるであろう。なぜなら今日この日、我ら未来ガジェット研究所は人類史上初の
タイムマシン開発に成功したからである。人類史上初じゃなくね？セルに先越されてたし。そもそも開発したとは言えない。偶然使えるようになっただけ。助手はセレンディピティという言葉を知らないらしいな。ペニシリンに X 線にダイナマイト、その他多くの偉大な発明は偶然から生まれたのだぞ。それはそうだけど。でもクリスちゃんってタイムマシンなんてないやーいってこの前は言ってたよ。今はあるって認めてるんだね。今のところは認めざるを得ないってだけ。原理を究明していけば、もしかしたらタイムマシンとは似ても似つかないまがいものかもしれない。けっ、どいつもこいつも俺の堂々たる宣言に敬意すら払わんとは。人類史上初の、あ、いや史上2番目かもしれないが、タイムマシン開発の栄誉、この俺が独り占めしても後で文句を言わないことだな。今日の第66回円卓会議は以上だ。解散。ちょ、今のって円卓会議だったん？知らんかった。しかも66回って。円卓だろうがなんだろうがどうでもいいわ。帰ってシャワー浴びて寝る。マヨシーはもうすぐバイトなのです。何もないんじゃない。No, I'm not sure what that voice is. It doesn't sound like... It sounds like... Moxie's, I think. ここはイベントホライゾンを超えた場所。時間と空間の役割が入れ替わった場所。
あんたは移動なんてしていない。あんた移動なんてしていない。言ったはず。ここでは空間と時間の役割は入れ替わっている。あんたは空間を移動することはできない。あんたの時間が延々と引き伸ばされているのよ。あんたの一秒は私には永遠となる。遠くから観測している私にはあんた停止しているようにしか見えない。振り返ってはいけない。永遠は無限ではない。永遠へ向かって時間が引き延ばされ続けようとも、終わりは存在する。イベントホライゾン。振り返ってはいけない。そこには一秒が永遠へと引き伸ばされたあんたが連なっている。時間と空間の役割は入れ替わっている。前を向いてたどり着いて。魔王の城門へ。
んたは鍵を持っていない。だから城門をこじ開けられず。魔王の手下に捕らえられる。振り返ってはいけない。寝ていたのだ。よし、一緒に。なに、少しばかり宇宙を漂う粒子の気分を味わっていた。それで本当に IBN5100 を見に来たのか。見ないぞ。目の前にいるのにわざわざメールでやり取りするバカがどこにいるというのだ。口頭で頼む。わかるように頼む。IBN5100 見せてほしい。
無断撮影は禁止だ。どんなカメラで撮るのか教えてもらおう。使おうとしているカメラを奥の棚に置くだけでいい。それを見せてもらう。いいか、それ以外の妙な真似はするな。まさかそれか。その携帯の内蔵カメラで撮ると、自由に撮ってもらって構わん。ただしこの俺の顔以外だ。もしも撮ったら俺はお前の口を封じるしかなく。撮るつもりないから。岡部君の顔は、ダメだと言っただろう。そもそもそれは凶悪な重さだからな。お前一人では運べない。
あ、いやいや待てい。なぜ貸すのが前提になっているのだ。貸さないと言っているだろうが。本当に。本当だ。どうしても。どうしてもだ。いいかよく聞け。幻のレトロ PC IBN5100 はその主人としてこの俺鳳凰院鏡馬を選び契約した。それが厳然たる事実。神ですら歪められぬ決定事項、シュタインズゲートの選択だ。そもそも契約において俺は一時的にこれの力を借りているに過ぎない。使い終われば元の所有者に返すことになる。教えることはできんな。守秘義務もまた契約の中に含まれているし、 IBN5100 を狙う連中から元の所有者を守るためでもある。俺もそこまで鬼ではない。俺は俺の目的のためにこれと契約した。その目的を果たした後ならば、次はお前が契約できるように元の所有者と交渉してやってもいい。そしてラグナロックが勝利に終わろうと敗北に終わろうと、この鳳凰院鏡馬の人生はその頃にはもう、いや今の言葉は忘れてくれ。そんな先のことなど今は考えている場合ではないからな。そうさ、そんな先のこと。それより場所を。IBN5100 は柳林神社にあった。モルゲン、ずいぶん早いな。昨日夕方から寝始めたからさ、朝5時に目覚めたぞ。なもし、あっつー、午前中なのにこの暑さとかありえなさすぎだろ上皇。オカリン、そちらのエロセクシーな三次元女性はどなたでありますか。
ああ、紹介しよう。シャイニングフィンガー、キリュウモエカだ。シャイニングフィンガーだと？俺のこの手が光ってうなる？うならない。だが、能力者だ。ちょ、能力とか、ねえよ。見ればわかるはずだ。こいつは間違いなく能力者だよ。まあいいや、よろしく桐生氏。なんという華麗なスルー。デボータだからって見下してやがりますか。クソー。さてはお主、スイーツかっこ笑いだな。萌香よ、この男こそ俺のマイフェイバリットライトアーム、スーパーハカーのダルだ。まさかこの人にヤバいことでもしてたん？ヤバいこととはなんだ。俺たちは撮影をしていただけだ。撮影だと？それをネタに脅し、ついには性的なおもちゃに。エロゲノを現実に持ち込むのはやめろ。させん。あ、そうそう、電話レンジだけどさ、ちょっと改良しようと思うんだよね。改良？どこ？ほら、今って結構めんどい手順が必要じゃん？ D メールを過去に送るのにさ。おお。それをもっと簡単にできるようにしたくて。あ、それと電話レンジ専用携帯からの転送も可能にしようかと。転送とは具体的には？今は D メールの送信先は電話レンジにつなげた携帯だけっしょ。それって結構不便じゃん。電話レンジ専用携帯に転送機能をつけちゃえば、その専用携帯を経由して好きな番号に D メールが送れるわけ。改良にはどれぐらいかかる？ 2,3 時間じゃね。オカリンも手伝ってくれたらだけど。わかった、手伝おう。 OK。 Thank you.
聞き間違いだ。いいえ。はっきり聞こえた。Don't mind me, just stretching on the floor. God damn, it takes forever to actually send emails.俺だ。まずいことになった。いや、そうじゃない。See, now he's actually having a delusion with some anime character on his phone. わかっている。It's more believable. なんとかするさ。Instead of the phone just being off. 口封じをしてでも食い止める。ああ、機関に知られるわけにはいかないからな。これがシュタインズゲートの選択だとしたら、やりきれないな。アンゼルナ、地獄行きは聖戦の後と決めている。エル、夫妻、コングル。誰と電話を？お前には関係ない。選べ。秘密を守ると誓うか、あるいは死か。今すぐにだ。猶予はない。他に選択肢もない。我がラボの秘密を知った以上、貴様には覚悟を決めてもらうぞ。霧流萌えか。殺す。貴様が事実を公表しようとするならばな。この狂気のマッドサイエンティスト、ホーイン・キョーマを、あまり舐めない方が身のため。何？オカリンまた始まったん？キリュウ氏だっけ？オカリンのこれは一種の病気だから気にしないで OK。 バカ者が！お前のうかつな発言のせいで電話レンジカッコ仮のタイムマシンとしての機能がバレてしまったのだぞ。タイムマシン。今オカリンもうかつな発言を。トゥットゥルー、おはよう。あ、オカリン、タイムマシン実験する前にマユシーに唐揚げ温めさせてほしい。キリュウ萌えか。すべて話そう。その上で頼みがある。震えよ我が右腕。契約に基づき命じる。漆黒の極限をまといて我が望み、すなわち破壊の衝動を満たせ。隠して塵は塵へ、灰は灰へと帰る。
マユリよ、これはすでに電子レンジではない、タイムマシンなのだ。横暴だよ。じゃあ岡に新しく電子レンジ買ってきてよ。そんな金はない。撮影は禁止だと言っている。記念に。何の記念だ。とにかく撮るな。俺も随分甘くなったものだ。昔ならば容赦なく始圧師の命を絶っていたところだろう。なんだ、本当にタイムマシン。本当だ。お前にも後で見せてやる。だから絶対に口外するな。いいな。よし、プログラム終わった。それじゃあ実験再開ね。でもまた店長さんに怒られないかな。案ずることはない。俺は昨日ミスターブラウンとこう約束したのだ。今日はもう揺らさないと誓うとな。つまり揺らさないと約束したのは昨日だけであって、昨日から見るところの明日である今日は揺らしても問題ないのだ。何の解決にもなってないだろう。どうしてそこまで自信満々でいられるのか不思議。つまりこう言いたいのか、クリスティーナ。ミスターブラウンをやれと言っとらんわ。それに岡部みたいな初老が向かって行ってもあの店長にはかなわないでしょ。ムキムキだもんね。それがシュタインズゲートの選択か。しかし、
そこのバイト戦士。そこで何をしている？見れば分かんじゃん。自転車磨いてんだよ。今日はバイトじゃないのか？バイトだよ。だからここにいいんだし。まだ自転車いじってたの？さっき私が来た時も階段の前にいて思いっきり睨まれた。おいバイト戦士、ミスターブラウンはどうしている？ミスターブラウン？誰？1階のジャンク屋の店長のことだ。ジャンク屋じゃなくてブラウン管専門ショップでしょ。何？それは本当か？ほんと。じゃなきゃ私ここでサボってないよ。Of course。サボってることは店長には内緒ね。じゃあ今度は自転車に乗せて。聞いた通りだ。これこそがシュタインズゲートの選択なのだろう。ミスター・ブラウンは今不在。すなわちそれは実験し放題であることを意味する。結局根本的解決はまた先送りするのか？シュタインズゲートの選択だと言っている。何でもいいからさ、とりあえず電話レンジセカンドエディションバージョン 1.03 を試したいんだけど。セカンドエドエディションバージョン、セカンドエディションバージョン 1.03。 そんなやぼったい言い方はよせ。この改良型はヘブンリーメリーゴーラウンドだ。名前なんてどうでもいいだろ。いいから実験を。楽しそうだったから。そんなわけない。少なくとも私はこのサークルのノリにうんざりしてただけよ。
それにしてもこの助手ツンデレである。よし、keep in mind this is 2010 before the Dairy Dairy started splitting off. Oh, incels. Adakurian. 誰がツンデレだ？おお、マキセシってツンデレの意味わかるん？知らないわよ。どう見ても知っているな。顔にそう書いてある。This is where I actually get to choose. じゃあ、オカリンの携帯に転送されるように設定するから。So, 60 hours in the past.Nice. My Yushi. どうだ？これで電話レンジカッコ仮が紛れもなくタイムマシンだと分かっただろう。さて、ラボメンの諸君。第73回、円卓会議を始めようと思う。昨日は第66回だったぞ。間の6回はどこに消えた？細かいことを気にするとは器の小さいやつめ。だからクリスティーナは助手止まりなのだ。だから私は助手でもクリスティーナでもないとあれほど。オペレーションウルド第一段階では
D メールが送れること、 D メールの性能について検証した。今日の実験では作戦を第2段階へと進め、この D メールをより実践的に使ってみようと思う。実践的か。朝に届くようにして、おはようオカリンってちゃんと見てもらえるようにするんだね。そんなわけがあるか。そんなものはチラシの裏にでも書いておけ。チラシの裏じゃオカリンに届かないよ。俺が言っている実践的というのは、すなわち過去を変えられるかどうかだ。待って、そんなの危険すぎる。あんた神にでもなったつもり？おや、助手よ、何が危険だというのだ？タイムパラドックスよ。もしも仮にパラドックスが発生した瞬間に世界が吹き飛んだら、あんたどうするつもり？その時は俺もお前も死んでいるだろう。そんな無責任な考えで過去を変えようなんてふざけてるの？まさかあんた本気で世界に混沌をどうたらとかを実行に移そうとしてるんじゃないでしょうね。いやいや、それはないわ。マキセシ、オカリンの言うことはもっと適当に受け流しておけ。ん？そう？大丈夫だよ。オカリンはね、本当はとってもいい人なんだから。俺に対する評価など聞いてはいないが、クリスティーナの疑問には答えておく。確かに俺の野望は世界に混沌をもたらすことだ。しかし、それを実行に移すにはあまりにも準備が足りなさすぎる。ましてや18文字しか送れないメールではできることなどほとんどないだろう。ゆえに今回は俺の野望プロジェクトカオティックについてはひとまず置いておく。プロジェクトカオティック。思いつき？マキセシ正解。イエス。たった今思いついてとりあえず行ってみたっていうオチかと。オカリンっていつもそうなんだよな。俺を分析するな、ダル。あとそこの助手、正解したかのようなガッツポーズはよせ。俺をバカにしてるのか。ねえねえ、それじゃあ実践的な使い方ってどんな使い方なのかな。過去を変える具体的内容について詳しく。まずこれはあくまで検証実験だということを忘れるな。過去を変えられるかどうかを確かめられればそれでいいのだから、変える事象は些細なことで問題ない。岡部、あんたバタフライ効果って知ってる？もちろん。ああ、あれっしょ、風が吹けばおケアが儲かるってやつ。え、あ、いや、それは同じ意味のようだけど違うような。北京で蝶が羽ばたくとニューヨークで嵐が起きるだろ。あ、そうそう、それカオス理論の一つ。つまりあんたの言う些細なことでも意図的に変えれば未来に重大な影響を及ぼすかもしれない。その責任をどう取るつもり？タイターはこう言っていた。
世界は多世界解釈で成り立っていると。だから過去を変えてもいいって、あんなうさんくさい自称タイムトラベラーの妄想を信じるの。妄想だと証明できるのか。妄想をよりどころにして行動した結果、取り返しのつかないことになったらどうするのかって言ってる。クリスティーナよ、お前は以前こう言っていたな。仮説を積み上げて理論が観測されたとき、それは本物になる。そうやって現代物理学は宇宙のすべての真実を理解すると矛盾しているぞ。いいえ、してない。この電話レンジの原理にはまだ仮説すら構築されていない。今の私たちは手探り状態と言える。こんな状態で過去を変えてみようなんてリスクが大きすぎる。せめてもうちょっと調べてからにすべき。実は試してみたくてうずうずしているのではないか。そんなこと。そもそも助手よ、お前は電話レンジかっこ仮はタイムマシンではないと思いたがっていたのではなかったかな。タイムマシンでないなら過去を変えることなどできない。それが証明できるかもしれないのになぜ否定する。うるさいな。それにタイムパラドックスのことを言うならば、セルンはどうだ。奴らはすでに100人以上の人間を過去に送り込んでいる。タイムパラドックスの一つや二つ起きていても不思議ではない。あんな非人道的な実験をしてる連中と同じレベルまで落ちるつもり。人体実験などしないしできないのだから安心しろ。では答えよう。俺がこの作戦において何をしたいかというと、宝くじを当てるのだ。僕は賛成。金があれば PC パーツ買えるし、メイクインにも行きまくれるじゃん。むしろ試さない方がおかしいっしょ。現金だなあ、オカリ。マユシーは悲しいです。もっとね、世界が平和になる方法とかを考えるべきじゃないかな。例えばね、世界中のすべての人がウーパクッションを持っているようにするとか。
世界が平和にだと？なんだその偽善は。俺を誰だと思っている？狂気のマッドサイエンティスト、ホーワン。岡部、志が低すぎ。そもそも趣旨を履き違えるな。世界平和だとか志など知ったことではない。これは過去を変えられるかどうかを確かめる実験なのだ。最も分かりやすいのは宝くじを当てられるか当てられないかだろう。でも最大の目的はお金だろ。金を手に入れればこんなオンボロビルからもおさらばだ。ふははは。大ビルか UPX に事務所を構えてやる。ほら、やっぱり綺麗事ではないのだよ。 I don't know what UPX is. 事務所を移れば開花のムキムキ店長の影に怯えず実験もやり放題。金があれば未来ガジェットに使える研究費も確保できる。それに例えば100万円あれば、マユリの大好きなバナナはトラックの荷台が山盛りになるほど買えるのだぞ。トラックの荷台山盛り。マユリさん、このゴーツクバリに惑わされないで。黙れセレブセブンティーン。セレンディピティ。セレブセブンティーン。何よそれ。親の金でホテル住まいをしている分際で人のことを豪つくばりなどと言うな。萌香さん、あなたはどう思いますか？あの、不満があるならば代案を出すがいい。過去が変わったと分かりやすく認識できる些細な事象だ。何かあるか？私が今泊まっているホテルを変えてみる。俺たちには全く無関係な話だ。セレブセブンティーンは品川だろうかウグイス谷だろうかどこへでも好きに移ればいい。そんな言い方しなくてもいいだろ。っていうか、なぜにウグイス谷？あそこにはラブホ街が。そういうくだらないこと言ってるとロボトミー手術してあんたの前頭葉をかき出すぞ。ジューシーから揚げナンバーワンを若鳥一口から揚げに変えてみるとかかな。マユリは一生から揚げを貪っていろ。あ、oh, that's mean. Super quiet. 結局、タイムマシンを前にしても、
思いつくことはそれほどないということだ。お前たちの想像力も実に大したことがないな。代案がなければ俺の案を採用する。俺だ。これよりオペレーションウルドを第二段階に移行する。ああ、問題ない。責任はすべてこの鳳凰院今日まで取る。迷惑はかけんさ。そうだ。これが俺の選択であり、同時にシュタインズゲートの選択でもある。聖戦は間近だ。エル、プサイ、コングル。では、作戦開始。開始って言われても、具体的に何をすればええの？俺に指示されなければ何もできないのか。を買ってこなくちゃ。 いえ、過去の当選番号を手に入れればいいのよ。その通りだ、セレブセブンティーン。よく分かっているじゃないか。セレブセブンティーン言うな。つかさ、宝くじにもいろいろ種類があるっしょ。ここはやっぱ夢のサマージャンボ行くしかなくね。この間テレビの CM で見たよ。当選発表はされたのか？来週か再来週だったはず。それでは意味がないではないか。 D メールは過去にしか送れないのだぞ。ああ、そうだよな。じゃあサマージャンボの抽選日まで待つとか。本末転倒だ。サマージャンボにこだわるな。一番近い時期に当選発表が行われた宝くじを探すのだ。ふーむ、ちょっとググってみるわ。 It's odd Google is allowed in this instead of G-U-G-L-E。 例えば未来から当選番号が送られてきたとして、私は信じるかしら。あのね、マユシーはそもそも宝くじの買い方知らないな。そうよね、10代の女の子は宝くじは買わないと思う。萌香は買ったことは？ロト6を1回だけやったことがある。あ、ロト6ならちょうどいいかも。あれって確か当選番号を毎週発表してるし。そういうことだ。もちろんこれがロト6の当選番号だと補足してだが、先週の一等だと2億とか。
待て、一等はまずい。なんで？ニオクはさすがにビビっちゃうわよね。Even Karasu. いや、そうでもなく。一等は目立ちすぎる。は？わからないのか。俺は機関に追われている身なのだぞ。もしロト6で一等を出して、マスコミから取材を受けることになってみろ。立ちどころに存在が知られてしまうことになる。ならんわ。じゃあ、マユシーが当選したことにすればいいんじゃないかな。ダメだ。オペレーションウルト第二段階は、そこのセレセブが言ったように、リスクがあるのも事実。セレセブって、略すなよ。責任は取るという意味で。Again, she's just slowly accepting all the nicknames. まさかあんた、金を自分のものにしたいだけじゃなかろうな。というわけで、ここは目立ちすぎずに二等を狙ってみようと思うのだが、ダリオ、二等の賞金は？前回の配当金だと2,300万円。三等を狙ってみようと思う。little bit much。それだと70万まで減るけど。それでいい。その辺が妥当だろう。So, 7,000-ish dollars. さっきまでタイムパラドックスのリスクを心配していたとは思えない言い草だな、セレセブよ。お願いだからその呼び方やめて。せめて助手にして。それに、私はあんたの考え方に納得はしてない。リスクを考えて。多すぎず少なすぎずの絶妙な金額を設定しようとしているのに、お前の方がよほどごつくばりだぞ。どうだか。70万円だとバナナはトラックの2台山盛りになるかな。Bananas. Get. 三等なら数字を5個的中させる必要があるお。萌えかよ。新たにラボメンとなったお前に最初の任務を与える。